ご機嫌クッキングのコーナーです、はい、今日の先生ご紹介します。今日の先生は増野阿部さんです。どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日教えてもらうのはこのお料理です。はい、今週のテーマはささっと作ろうです。まあ忙しいことも多いですからね。今日はボウルで冷製ゴーヤチャンプルーです。冷製なんですね、はい、では作り方お願いします、はい、お願いします。はい、で今日は冷製ということでポイントになるのはこの塩水ですね、お水 1000cc に塩大さじ2入れてよく混ぜたものになります、うんうん、はい、でこれをボウルと鍋で大体半分ぐらいに分けていただいて、この中にお肉をですね、ロース肉を入れてさっとしゃぶしゃぶするような感じで沸かして軽く、あ、まあ、煮すぎるとちょっと硬くなっちゃうので、はい、沸いたらもう火を止めてそのままあの冷めるまで置いといてください、はい、この鍋のまま冷ますということですね、まあ、ちょっと冷めづらいときは何かに移し替えてもいいの、ただこのまま置いとくと味が入って、うん、あの下味がつくっていう形になってますので、はい、今度はこちらも半分残った、こっち同じく冷水ですね、うん、ここにお豆腐、まあ、入れるんですね、塩水につける、ね、包丁で切ってもいいんですけど手でこうほぐした方がこう中にこう塩気が入りやすくこうなる感じで、うんうん、味も染みやすくなりますので手でほぐした方がいいかなと思います。で大体30分1時間ぐらいこのまま置いといてください。しましたらゴーヤーですね、はい、はい、こちらゴーヤーは、まあ、種、綿の部分取って食べやすく切ってください。で軽く塩で揉んでラップして電子レンジでさっと加熱してください、うん、はい、でそれをそのまま今度冷水に落として水気を切って 色止めしたものがこちらになります、はい、であとはこの卵ですね、うん、はい、卵も同じように溶き卵、こちら塩ちょっとやってフライパンでこんな感じで半熟の感じに焼いといてください。でこれもちょっとまあ大きいお皿に広げてちょっと冷まして、うん、はい、であとはもう一気にできたものを混ぜていきますね、まあ、それぞれ下味はまあついているという感じですね、はい、そうですね、はい、で先ほどまあ塩につけといたお豆腐をこうしっかりと、まあ、一番お豆腐がですね、塩が出る、あ、水が出るので、うん、まあ、お豆腐は一番長めにざるで切っておいた方がいいと思います、うん、でお肉もしっかりと水気を切って、でこれロース肉使ってるのはやっぱりバラ肉とかですとちょっと脂身が多くて冷たいやつでいくとちょっと脂がしつこかったりするので、今回ロース、まあ、もも肉とかですね、うん、ちょっと脂身の少なめのお肉の方が、まあ、冷やすとちょっと固まっちゃう、そうですね、冷えた時に、うん、これは作り置きもできますんで、ええええ、あと先ほどの卵ですね、これも入れちゃいます。まあ、入ってるのはゴーヤチャンプルーですね、はい、食材はね、はい、ね、はい、あとはもう冷たいというそれぞれ味が具にある程度ありますので軽く、まあ、調整というかお塩と、はい、とあと和風のだしの素ですね、顆粒だしですね、これもさーっと入れて、あとごま油ですね、さっとごま油かけるのね、はい、であとこれをさっと、うん、さっくりと炒めるわけではないんだね、混ぜる感じですね、うん、あんまり強く混ぜちゃうとお豆腐がボロボロになってくるので、うん、少し優しく混ぜ合わせてください、はい、そしたらあとはお皿に盛り付けますね。これちょっと保存も効くって言ってましたよね、はい、これも、うん、色も温かいやつとは違うので全部冷めてるのでそんな色が変わったりもしないのでこのまま冷蔵庫で作り置きで保存することもできますので、うんうん、はい、そうしましたら最後に鰹節、花鰹ですね、はい、結構これポイントになりますので、まあ、なければの細かい、うん、鰹の 糸削り節とかそういうのでも大丈夫です、
はい、であとはカットレモンですね。レモン冷製っぽいですね。そうですね、はい、で本日はちょっとこうアクセントに唐辛子をつけたお酢ですね、はい、ちょっと辛いんですかね。そうですね、ピリッと、うん、あの一旦沸かしたところに、唐辛子を入れたものですので作れるんですね、自分でね、はいはい、これで、ゴーヤチャンプル完成です。はい、出来上がりました。材料のおさらいです。はい、ご紹介します。2人分です。ゴーヤ1本、木綿豆腐1丁、豚ロース肉、しゃぶしゃぶ用 150g、 卵2個、和風だしの素1つまみ、塩、胡椒、ごま油適量、レモン、かつお節、唐辛子酢適量、そして水 1000cc、 塩大さじ2です。材料レシピはホームページまたはテレリンクに載っています。今日のクッキングの内容は放送終了後情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。どうぞご覧ください。はい、ではいただきます。ゴーヤとお豆腐と、うわ、おいしい。うん、それぞれにしっかりと味がついているのはすごく食べやすいですし、ムラ、はい、がないですよね。おい、ね、うん、しいですね、はい、うん、うわ、ゴーヤのこうフレッシュな苦みと香りっていうのが夏の味という感じがします。レモンを絞りました、はい、うん、いや私唐辛子酢を、うんうん、爽やかにいくらでも食べられますね、うん、はい、そうですね。ちょっとだけ辛みのあるお酢、はい、うん、締まりますね。締まりますね、うんうんうん、美味しいです。保存効くのがとっても嬉しい。ゴーヤー、ね、夏バテ防止に、ね、ね、いいですし、はい、キレちゃんちみたいに、ね、あのよく作ってる方も多いですからね。今ちょうどストックが3本あるので、はい、家で作れます冷製自家製の、ね、はい、ゴーヤーが、はい、うん、さて、次回なんですけども、明日明後日クッキングお休みになります。木曜日のメニューですね、ささっと作ろう豚肉ともやしの紅生姜和えを作ります。材料は豚バラスライス肉、もやし、紅生姜を用意してください。今日の料理は増野阿部さんに教えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。